おはようございます。おはようございます。今週も始まりました、ウイチとヒカルの面白いテレビ、ね、神奈川県は平塚市にやってまいりました。じゃらん平塚店さんにお邪魔しております。はい、あいにくのちょっと雨模様でございましてね。だんだん風声ひどくなってきてますね。なんかね、あの喉だけ、喉っていうか鼻声なんですよね。鼻だけがずっと出るんですよ。一つだけね、効果あるのをお教えしましょうか。あ、わかった。ヨーグルト。いや、違います。マスクをしない。マスクはします。しすぎです。免疫、まず体弱くなるでしょ。それ本当かな。マスクすると弱くなるかな。いや、ずっとしてるでしょ。してる。多分もう家でもしてるでしょ。家で下手すると。家ではしてない。いや、気づいたら、ああマスクしてたわみたいな。それはないけど。タバコ吸おうかなと思ってこうやったらと、おお。ってそれはないけど。で、病は気からという言葉もありますように、うん、マスクをし続けてることによって、してない時の俺ダメでやられちゃうよ感が多分もうやられてんじゃないですか。今思い出したんですけど、言われりゃ酒井さんもずっとマスクしてる、うん、でしょっちゅう体弱いっすよ。さあ今日は何を歌いますか。一つはまあ吉宗極め、はい、極みですね。極み、はい、あと押し順ケロと、おっと押し順ケロルン、ケロルン、僕もね、くしくもその2台。あのね、いい店ですよ。ルミネはなんかラクダみたいな顔してハーデス売ってましたけどね。4万円目ぐらい入れて。ルミさんはラクダだとおっしゃりたい。違う違う、その日はたまたますげー負けてたのですって。このジャランで、いやいやいや、それが、はい、あのでも店自体はすごくいいイメージしかないんで、ん僕は。でもルミネは負けてたよっていう、その日はね。どんなの、その日はラクダみたいな。今日はね、なかなか下がらないでしょう。あの鼻声がダメなんです。いや、いいとこ一つもないですよね。多分あのね、ずっと喋ってるから面白くねーなーって。もう別に今喋ることないよ、実践前に。おはようございます。回転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 。吉宗開いてるじゃん。徳さん、吉宗するか。一応凱旋見に行きます。いやー、売っちゃうかな、これ。こんだけ空いてるってことは何かのご縁かな。おー、こっち行くか。行くとこまで行ってみましょう。今のところですね、過去2回ばかし打ちまして、1回目非常に面白かった、2回目だいぶつまんなかった。いいよいいよ。なんで？ゴッドイーター、ゴッドイーターがまだ全然空いてた。え、じゃあ角のがいい。多分移動は大丈夫だよね。あれダメだった。1000円使った状態でまだあの右側の台が空いていたら移動しようと思います。パチスロ界の奥田民子、沖光でございます。民子さんは野木区のような人だ。松田聖子主演、ご存知野木区の墓の名シーンでございます。なんで俺免疫がちょっと弱くなっちゃったんだろうね。うおーだろうね。体調崩しやすくなりました。45とかになったからかね。本当、前まで風邪なんかめったにひかなかったんですけどね。それがでかいのを3月にやらかして、ね、収録に穴開けて、そして今回は鼻風邪というね。このゴッドイーターはですね、僕1回打ったことあるんですよ。で、勝ったんですよね。1000枚ぐらい。
その時ものすごい面白かったんですけど、ゲーム性がちょっと複雑っていうこと以外はもう全部忘れちゃいましたね。ちょっと親っていう感じがしましたけど、さあ気を取り直してまいりましょう。久々に隣で、シュートシュート、いい台だね。久々に隣で打てると思ったんだけどね。もうこれになった時点でほぼアウトです。僕の中でのサスケの期待度は 5% ぐらい。パーもないかな。おい、うわ、ナビ確率上昇中。この赤もやがいっぱいになったらいいんだっけ。赤もやギャンが、あ、それ朝もやギャンか。もう言えてねえや、もうダメだ、もう何も言えてない。ああ、なんか来た、なんか来た、はい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 、まだ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 、はい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 、まだ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 、はいはいはい、赤い、じゃまだ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 、ああまだまだ、はい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 、まだ、おお、ゴッドイーター柄、ゴッドイーター柄、まだまだ、あれあら、あ、赤文字で楽勝だぜいただきました。はい、これ大丈夫でしょ。だもう大丈夫、絶対大丈夫、絶対大丈夫。はい、金文字、これはラッシュ、ラッシュ荒神ストック、はい、荒神バースト確定です。はい、おい、あ、びっくりした。はい、おはようございます。もう全然元気ないですけど、これスサノオが一番いいんだよ。スサノオが右、ほら、ビヨンボルグ、ビヨンボルグ強敵だが、スイカによりチャンスが生まれる、テニスがうまいで、そういう特徴がありますビヨンボルグは。さあ行きましょう。あれ、こういうこと言ったらまた怒られるのかな、これ。リンクバースト、リンクバースト中は結合崩壊のチャンス。はい、はい、結合崩壊あと1個です。はい、バトル活性化バトル、もうややこしいでしょ。結合崩壊3つした後活性化バトル行くんですよ、荒神バースト中に。もうこの時点で無理だって、俺無理だよ。無理だけど面白いんだよこの台は本当に。はい、いけ、がなくはない。はい、またこれでキャラが変わるんですよね、サリエ。いや、ダメか。はい、押し順2回失敗で終了です。
この試入1回も成功したことないです。多分20回ぐらいなんですね。はい、終わりました。何で終わりとかがさっぱり分かんないもんね。だから、152枚というね、非常にすさんだ結果でございましたけれども、まあでも朝一110いくつで引きましたんで、なんだこれ、倍かも、めったに出ないよ大カモ。あーよかったよかったよかった。ビッグ頼むぞ。よし。あの化けの時も。一応なんか昇格みたいなのもあるし、いろいろあるんだけど、さあ G ビッグでキンキン鳴らしましょう。まずは一発目の突破ゾーン。どんどん鳴って、入れ入れ、早いな。どうした今の、完全にフリーズだよね今の。え、何これ、なんじゃこりゃ。おー、ウロボロス、ここで何かを弾かなきゃいけないとか。はい、はい、行こう。よいしょ、嘘、いやこれ復活するんだろう。はい、うわ、あー、あ、ほらほら復活した、ダブレ、おい、よし、はい、おいおいおい、来てる来てる来てる、まだある。9連確定すんのかな、確定したのかな、とりあえずすげえな、おい、あ、これ一番弱いやつ、これ一番弱いやつ、これはこれは結構勝てますよ。ただ勝っても報酬はそんないっぱいじゃないんだよね。はい、結合、はい、あ、来た来た、活性化バトル突入します。3人対1人ですよこれ、ちょっといいんですよ今。ああ勝った、勝ちました。勝ったらシュピシュピシュピーンってこうなって、でどうなるんだっけな、勝ったらなんか来んだよ。あ、そう、これこれこれ、プラス20とかなんだよねこれがね。ほら
そういうこと。でもストーリーがこう増えてくんで20だけじゃないんだよね、実質はね。実質は多分ちょっと待って、今もう1連目が終わったわけじゃないですよね。違うよ違うよ、負けて負けるのが1セットだもん。勝ったら単なる上乗せだよね、おそらく。勝った。これで3セット目じゃないよね、マジでマジで。ね、バトルに9回勝つだけとかだったら俺結構切れるんだけど。違いますよね、違いますよね。やっぱ俺今の吉永さんが首縦に振んなかったら結構超不安だったんですけど。そうだよね、そうだよそうだよ、そりゃそうだよ。まあこんなもんですよ。これもなんかいろんなパターンがあるんだよね。あるということぐらいは知ってるんですよ僕。おっ、おい、なんだこれ、一番いいとこです。おだよこれ。3ゲーム目まで引っ張ってくれるだろう。え、それですよ、これなんだそれみたいな感じな。でもなんかダブルでいってんだよね。高上がりに行ってもいいんじゃない。当たりかな、もう。あー、高上がりいったわ、すごいすごい、3つ重なってた。さすがに当たるよね。おー、小判、わっ、クレアだ、クレアの飛氷伝だ。これはレアでしょ多分。やった。よし。通常時からラッシュ入ったっていいってことじゃない。ああ、いいね、赤字だよ。よし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 、なんか、なんか怒ってる。やった、なんだ、よくわかんない。あら、あらー、7、7だよ、7。よし、よしよしよし。
攻撃。いやー、やっぱ強いか。さすがに負けか、俺は。はい、ああ2つあるよ。ラスト 1G だよ。何を見てもおかしくないんじゃないんですか。はい、30か。まあでもいいよね。これマジ5000万あるよ。これ5000万あります、あります、全然ありますね。下手したらまんまでやるよ、これ、まんまで。間に合わないのか。最後です。厳しい。やっぱこうなるんだよ。おい、よし、勝った。スイカ引いてないのに勝ちました。いい音。あー、50か。まだまだ序の口ですけどね、さすがに。あら、あれ、フリーズ。本当に、うん、9回揃えた赤棚を。あ、じゃあ2000枚ちょっと出ます。まだ1セット目で1000枚。今9000枚コース、今んとこ。1セット目とか思うでしょ、もうどんどん使われてますよ。俺も最初それガチ。え、それガチ、クソガチです。あのバトルにほぼ無敵なのは、そう、どんどん使ってる。マジ？吉永さんがそうじゃないって言った。ヨッシーがだよね、だよね。失礼、失礼。9000枚コースだよ。乗ってくれ。はあ、はあ、交換してきちゃいました。6枚で俺専用だから使わせねえよ。悪いけど、スサノオ最初俺こいつが出るたびに喜んでたよね。勝ちやすいとか言っちゃったりして。はい、皿盛りです。皿盛り3箱、あ、2000枚超えました。あれ、これで終わんのか。なるほど。ね、いや、なんとなくそういう気はしたんですよ。2000枚超えてここで復活の可能性あるよ。ほら、なんか来た、なんか来た来た来た、ほら、ラッキー。さすがに勝ちました。ほら、あの自力っぽい気がするんですよ。もうチェリーが出ないね。
のシステム納得できます？あ、やっぱ俺が言った通りになった。ちょっとね、うん、あのちょっとどころじゃないです、腑に落ちないですよね、はい、全く落ちないです、はい、身近にああいう人がいるとちょっと落ち着いて打てるんですよね。あー、なんか俺より大変な人がいるんだな。前半戦終了。そういう歌なんですか？どういう歌だ？あれやこれやちょめちょめしたい。ほんと最低だよね、ダイトのその歌詞作ってる人って。あ、そうですか。もう狙いすぎ。しかし声が、いやそれゴッドイーターのせいですよ。あのシステムはない。ちょっとありえないですね、はあ、何のために7を揃えさせたんですか彼は。あれで続いたんですよ。何があなたのフリーズは。うんうん、そうよ。でも途中までのテンションともう真逆。だってどこでストック使われてるか分かんないでしょ。どっかで使ってるってことでしょ。ただ我々には分かりかねる内部システムの示唆的なものがいろいろあるのかもしれないんじゃないかなと常に思ってるので、そこまでこう俺は正しい的な怒り方はできないんですよね。でさらに言えば俺今日いい台を掴んでるかもしれないんですけど、吉宗ね、なんとなくしかわからない上に、まあ、現状3万円目を投入して800ゲームを超えていると。でそこで来た沖さんが案の定怒ってて、ああなんか俺より怒ってる人がいたから俺そんな怒っちゃいけないなと思って、その後ドル箱見たら3つあったんだよ。ぶっ飛ばすの本当に。あの今日来てる彼も3万8000円負けてた。そのこの3人の中で一番怒ってんの2000枚出てる俺だっていうね。そうそうそう、いや本当ねこれはもうちょっと、いやもうヨッシーがね言ったんすよ。いやいやこれ1回終わってからですから。いや言った言った、これ万枚ありますよって俺何回言ったと思う。なんか出てる。いやでも散々文句言ったからな。やった、これからパチンコ打てりゃな。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週月曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週月曜配信、ゼニゲバ、毎週火曜配信、嵐と松本、毎週水曜配信、キャプテンタク、毎週木曜配信、魚拓と成瀬の土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。